デート以外かな。ワードウルフをやろうかなと思ってます。はい、まあ、ワードウルフっていうのは、言葉を使った人狼ゲームですね。まあ、皆さんにね、それぞれ、一人ずつ、一人に、DM で、個人でね、お題を渡します。時間を決めて、その間にみんなと話してもらいます。で、その中にですね、実はなんと、みんなとは異なるお題を与えられた、少数派の人もいます。それが狼ですね。で、それぞれみんな、自分が、私は少数派、多数派、分からない状態で話します。話し合ってもらいます。なるほど、はい、どうしようかな。はい、はっちゃんのお題はリュックです。リュック、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、いや、もうおもろいわ、もうおもろい。はい、ました。はい、かげまるのお題は、リュックです。リュック、はい、ね、オッケー、はい、オールだー。はい、詩人さんのお題は、はいよ、タックです。え、お、わかりました。はい。はい、はい、はい、クロム君のお題は、リュックです。あー、ヘラクレスをかぶとね、了解です。どんな見に来てんの。聞き間違えました。はい、あと弾幕、あ、はい、はい、いいですか、皆さん、はい、じゃあとりあえず5分で、残り1分コール欲しいっす。わかりました、了解です。よし、行きます。それではお願いします、どうぞ。まあ、フリートークですからね、なんか上から順番に聞いてくるっていう、まあね、フリートークか。さて、みんな、みんなこれ普段持ち歩きます、これ。なるほど、あんた行ったね。あんた結構大胆に行くわね。え、クロム持ち歩くの。持ち歩きます。あ、マジで持ち歩かないの。しょぼさん、あ、僕はなんていうか、なんかイメージ歌舞伎町って感じ。あー、なるほどね。若いなぁ。深い、うん、香ばしいよ。もう詩人さんなんか持ち歩く。いや、なんか持ち歩くけど、持ち歩くっていうよりはみたいな感じ。ああ、まあ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 、まあ、ニュアンス違うかなっていう。あ、確かに確かに確かに。これさ、はい、まあ、その持ち歩くという表現はまあ置いといて、そのじゃあ持ち出すとして、普段、うん、どれぐらいの頻度でこれ持ち出します、じゃあ。僕は、なんだろうな。いや、つまりどういうことなんだろうな。え、じゃあ、新さんはどれぐらいの頻度で持ち歩くんですか。持ち出す。毎日かな。あー、まあでも、詩人さんならありえるけどね。全然。ロボさんは。え、僕は、デート以外かな。あー、え、クッキーあれなんですよね。結構オタクなんで。ああ、うん。あ、じゃあ結構理由はあるってことなんだ。うん、あと2分です。あ、じゃあ主人さんは何色が好き？何色が好き？何色のこれが。あんまり色なくないの？そんなに多色あるイメージはない。これ急になんか白っぽく見えてる。なんか別にそんな変なこと言ってる感じしないけどな。でも何そうなんだよ。じゃあ何色なんすか。多色あるイメージないか。何色のイメージなんて2色ぐらい出してみてください。あ、でも俺が使ってんのはまあ黒とか。まあ黒ですね。俺も黒だと思う。俺も黒かな。まあ黒か、歌舞伎町だとピンクかなっていう。あ、わかる。あ、はい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 。時間切れでーす。はい、それでは、人外だと思う人、人狼だと思う人、の名前を入れてください。
いや、そこさんどれぐらいの頻度持ち出すんだっけ。あ、僕はだから さっき同じこと言えばいいんだよね、はい、デート以外。あそれでは、せーのでいきましょうか。はい、いきますよ。はい、はい、はーい、せーの、はい、どうぞ。しょぼすけ詩人さん、黒川クロム詩人さん、影丸詩人さん、詩人さんはしょぼすけ、チャゲポヨ詩人さん、はっちゃん詩人さん、はい、ダントツで詩人さんに、投票が集まりました。はい、それでは、正解発表したいなと思います。人狼はめっちゃ笑ってない一人。俺でも分かんなかったけど、なんでみんなだよねと思ってんの。いやもうだって一人だけ反応がおかしいやんワードは分かんないけど多分おもろい。いや悪いわこれ本当に本当に悪いわ。俺もうしょぼさんのそのね、もうデート以外でもう爆笑してるはいはい、はい、チャゲポヨのワードはしょぼすけです。しょぼすけ、なるほど、了解です。はいはい、おーい、クロムくんのワードは中のっちです。はいはいそれではどっこいしょ。5分間はい行きますね。はいはい、はい、スタートビヨーン。いやでもじゃあこれ、じゃあまず聞くわ、うん、好き好き、みんな大好きでしょ。いや大好き、みんな大好き、もう大好き、うん、真顔で言えるぐらいに好き。好き、もう全然好き大好き、僕も大好きなんだよね。なんだ、何やっちゃってんの何笑ってんねん。いや、はっちゃんの好きいいやつが面白かったよかったな、しょぼすけ。それは好きですよね。こんな弾まん、このワードこんな弾まんの。正直多分お題ちょっと難しいと思ってて、ちょっと切り出しにくいなってのは、まあ、統一したいから、うんうんうん、まず、うんうね、人かどうか、まあまあ人間ですよね。まあまあ人間ですよ、おそらく人間だよね、多分ね、そうだ、これは人ですね、うん、特定の人間だよね、多分ね、うん、太鼓も多分人間だと思う。なるほど、ね、あ、じゃあ両陣営に人間なんですね、これは。そうそうそう、これ結構、僕思うに、うん、深く掘っていかないと、どっちかわからないと思うんだよね。あそうだね、そう思う。だけどなんか深く掘るとなんかお題も透けそうな気もするから難しいよね、これまあだから好きから発展させたらいいんじゃない、ね、じゃあ具体的に、じゃあ上から順番に僕から、あそうだね、言ってこい言ってこい、どこが好きかを言ってこいよ、うん、かぶりなしで、かぶりなしで、すいま僕はすごい積極的なところが好きかな。だけどこれはそうだね、なんだかんだ面倒見がいい。あーなるほどね、うん、あ結構出るな。聞き取りやすい。あはい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 、なるほどね。なんだ、むずいけどちょっと方向性違うかもしれないけど、シンプルにマジで俺は感謝してる。うん、ああなるほどね、そぼすけやっと嬉しかったんじゃん、嬉しがってんじゃん。俺はそうだね、さっき、まあ、なんだっけ、あの人柄がいいって言ったけど、なんか細かく言うとなんかフランクでなんかやっぱ絡みやすくて好感持てるなっていうのはありますね。ああなるほどね、はい、クラブね、でも一緒にいると元気になるよね。ああ、うん、え、いる？じゃあ上からこの人がちょっと嫌だなって思う部分に行ってくる。あ、まあでもちょっとうるさいところもあるかな。でもなんかだからもうやりすぎちゃう、やりすぎちゃうところかな。やりすぎちゃう。なんだろうな。なんかたまに文章がそっけなかったりするからな。あーあー、わかるわー。おい、わかるわ
黒目。わかるわかる。どういうこと？わかるわかる。全員わかる。いやもうそれやねっていうかそれしかないわ。それしかない。そこ他にないわ。マジでわかる。本当じゃん。なんかなんかしたかなって思う時あるよね。ハチヤマ。じゃあこれ偏見でいきますね。うんうん。嫌いなもん食べ物多そう。ああ偏見です。わかんない。これはね偏見だけど怒らせるとすげえなんか理論的に口八丁手八丁で言ってきちゃう。口八丁手八丁。おお長くないって思うときあった。長くない？はいはいはい、具体的に教えて、どういうこと？どういうこと？長くない？どういうこと？どういうこと？なんか一つの話題が長いなって。ああはい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 。ああ。これでも結構みんなじゃなくて自分が一番思ってるところだから。はい終了でーす。はいそれでは人外だと思う人入力してください。あーわかんねえ。どっちだろう。あちょっと横棒を引くわ。はい。あざす。どっちだろう。おもろいなこれ。このお題最高におもろいわ。いやそれはそう、それはそう。それでは、人外だと思う人の名前をオープンしてください。お願いします。いやー分からんけど、いやこれだろ。あ、マジ？え？俺か、俺かな？え、俺違うと思うよ。しじんさん、チャゲポヨ、クロムが、影丸3票で、はっちゃんがしじんさん1票で、影丸しょぼすけがクロム2票3票の影丸ですね。じゃないよ。だろうな。ピもあると思う。はい。あ、俺か？影丸は。しかないでしょ。人外ではありません。ああ、そうだよね。そうだよな。ブブー。違います。いや、クロムだよ多分。絶対クロム。絶対俺だよ。正解は。クロカクロムです。なんでクロムだと思ったの？しょぼすけと影丸がクロム入れてましたね。話長くないかよく分かんなかったの。なんかそうだね。俺もそこだね。じゃあクロムくん。あと影丸のその苦手なところを言えないっていうところにめっちゃ白を感じたね僕は。あ、普通に間違えたそれは。いやでも俺お題当てられるわ絶対俺。お、クロム当てれますか？マジ？絶対俺でも当てれると思うわこれは、うん、これしょぼすけでしょ、うん、中野ちこれはしょぼすけが悪いわ。しょぼすけがしょぼさんがね異常にね反応するから絶対しょぼさんにしょぼさんってお題もらってるなと思ってお前の次にカンカンが出てたのよ。あのほーみたいなやつが元気ありすぎてめちゃめちゃ好きで、もっとちょうだいもっとちょうだいみたいな、もっとちょうだい、そうそうそう